娘プリティダービー。皆さんこんにちは、ヌシエンです。前回クレーカが一時的に止められたガチャ動画をご覧いただいた方はもうご存知かと思いますが、約5万円ぶち込んで新衣装ナイスネイチャーと新衣装キングヘイローを無事手に入れました。まあ無事じゃなくて致命傷レベルの傷を負ったんですけどね。で今回は何をしていくかというと、手に入れた新衣装キングヘイローで真の超一流馬娘を育成していきたいと思います。さあ価値ある時間をあげるわ。キングヘイローといえば、ある特定の条件を満たすと見ることができるイベントというのがあります。それは王者のスマイルというものです。このイベントは芝の全距離 G1 を制覇すると見られるイベントで、 URA または青春杯シナリオじゃないと見られない特殊なイベントとなっております。ちなみにスマイルというのは JRA 公式ホームページによると、スプリント、マイル、インターミデート、ロング、エクステンディットの頭文字を取った距離区分を意味します。具体的な数字に表すとこんな感じです。これら5区分の芝 G1 をそれぞれ制覇するとキングヘイロー曰く超一流の馬娘ということで、とてつもない偉業らしいのですが、個人的にはこれを見てもちょっと物足りないかなという印象を持ちます。いやいやいや、短距離から長距離までの全部の G1 を制覇するっていうのはかなり難しいでしょって思うトレーナーさんもいるかと思います。しかし皆さん思い出してください、キングヘイローの適正距離を。ほら、頑張れば全距離オール A なんて目指せるじゃないですか。つまりやろうと思えば芝のレースの G1 で全距離制覇はできちゃうんですよ。これ皆さんも頑張ればできるんです。これがね、逆に物足りないんですよ。やっぱりね、芝 G1 全距離制覇なんてことでは収まらないのがキングヘイローだと思うんですよね。となるとさらなる高みを目指すとしたらどうすればいいか、1日考え、2日考え、1週間考え、気がついたら5月がもう終わっていました。はい、皆さんご注目、これなんとかしたいですよね。はい、ということで皆さん大好き魔改造のお時間がやってまいりました。あ、好きじゃない人はごめんなさい、ナポリタン味のガリガリ君を差し上げますから許してください。さて、ダート適性が G のキングヘイローをどのようにして魔改造するか、私の導き出した答えはこちらです。マイルと中距離を A まで上げて長距離は B としました。本当はダートも C まで持っていきたかったんですけれどね、ちょっと難しかったです。そこは D で妥協します。これでね、とりあえずダートをダーッと走れるかどうか検証してみます。そして今回の検証ではこんな感じのローテーションで芝とダートの全距離 G1 を制覇したいと思います。ダートの短距離は JBC スプリントで、マイルはチャンピオンズカップとフェブラリーステークス、中距離は帝王賞と東京大賞典で取りに行く計画です。シニア級3月後半は大阪杯と高松の宮記念、どっちにしようか悩みましたが、キングヘイロー唯一の G1 の勝ち倉が高松の宮記念なので大阪杯はスルーすることにしました。それにしてもね、これ今思えばクソみたいなローテーションを組んでしまいましたね。こんなんじゃキングの足が何本あっても足りない気がしますが、そこは不屈のお嬢様ですから気合でなんとか頑張ってもらいましょう。燃える展開じゃない。クラシック級7月前半、ジャパンダートダービーの日がやってまいりました。もしダートの適性が D でもこのレースで1着取れたならば私の思惑通りなのですが、残念ながら結果は13着となってしまいました。なんかね、春うららみたいな名前をしたモブウマ娘にすら勝てませんでしたね。なんでしょうね、でもやっぱり悔しい。道中で目覚まし時計はすでに使い切ってしまいまして、これ以上コンティニューができなかったので全距離 G1 制覇を諦めないためにこの育成を諦めることにしました。ありえないわ。ローテーションは変えずに2回目の育成に入ります。幸運なことにクラシック級4月前半の軽勝でダートの適性が B まで上昇したため結構有利な状態で進められました。ジャパンダートダービー出走時のステータスはこんな感じですね。後から見ると全体的にステータスがちょっと低い気がしますね。ちなみにキングヘイローは差しの適性が A ということであるんですけれども、埋もれて沈んでいくお嬢様は見たくありませんので、ここは先行で勝負します。さて、雨天決行、服はびしょ濡れ、レース後の衣装の洗濯が絶対めんどくさくなりそうな環境で臨んだ結果、最初は2着でしたがコンティニューしてなんとか制覇しました。ありがとうございます。キングヘイローの笑顔が眩しい。ダート適性が B でこの結果であれば少し安心できますね。はい、お次は東京大賞典ですね。距離は 2000m と中距離なんですが、大井競馬場の最終直線って長くてですね、下手すると後続勢に差し切られてしまうことがあるのが怖いですね。で実際に走らせてみたところ、アグネスデジタルと途中までいい勝負を繰り広げてくれました。でも結果的にキングが1着でゴールインとなりました。ありがとうございます。やりました。これまで芝もダートも無敗で勝ち進んできたキングヘイロー、もはや国内に敵なしですね。それにしても最
後のこれ、デジタルからしたら前が見えなくて走行妨害と捉えられても仕方ないレベルでスカートが待ってるんですよね、これね。でもまあデジタルからしたら普段なかなか見られないスカートの中の世界が見れたでしょうから、役得かもしれないですね。シニア級に突入して最初の G1 フェブラリーステークスに臨んでいきます。フェブラリーステークスといえば新興ウィンディが勝ったレースですね。今年の2月に実装を待ち望んでいたんですけれども、結局実装されなかったので個人的にしょんぼりしていました。はい、さてレースの方はどうなったかというと、最終コーナーで前に抜け出さないところを見てヒヤヒヤしていましたが制覇できました。やっぱり強いですわ。はい、ついにやってきた高松の宮記念ですが、残念ながらカレンちゃんに一歩及ばず2着という結果で終わってしまいました。これはかなりショックがでかかったですね。超悔しかったです。高松の宮記念を制覇してリアルでもゲームでも制覇したぞ、やったーってなりたかったんですけどね、カレンちゃんが強すぎた。国内敵なしは嘘でした。さて三女神像から不思議な力を得たキングは天皇賞春へと出走していきます。スタミナがちょっと不安だったんで根幹距離20丸を取得しましたが、スタミナ500もないキングにつけたとしても焼け石に水でした。全く意味がなかった。走る西松屋に対して4馬身差という形で惨敗してしまいました。いやー、さすがにスタミナ舐めてましたね。高松の宮記念も天皇賞春も勝ってロマンのある勝ち方をしたかったんですけれども、少しでも育成の仕方を誤るとこうなっちゃうんだから、それがまた面白いですよね。その後いろいろなレースに出まくった結果、2回目の育成では高松の宮記念と天皇賞春と有馬記念以外の G1 を制覇することができました。一応芝でもダートでも全距離の G1 を制覇できました。うん、よかった。よかったんだけど、いやでもね、なんというか不完全な感じがしますね。確かに全距離制覇はしましたよ。したんですけど、真の超一流馬娘かと言われるとはっきりと首を縦に振れない自分がいるんですよね。真の超一流馬娘というのは全距離制覇しつつ全てのレースで1着を取ることなんじゃないんですかね。もう皆さん、次に私が何をしようとしているか分かりますかね。私はキングヘイローのトレーナーです。てなわけで、当初の目的よりもハードルは上がってしまいますが、彼女を馬娘のキングオブキングへと君臨させるべく、芝とダートの全距離 G1 全戦全勝を目指して、再び挑戦していきたいと思います。キングと共に高みを目指す権利をあげるわ。全戦全勝となると出走したら確実に勝てるように育成する必要があります。動画の序盤でお見せした魔改造後のキングでは正直ダートで勝つのが厳しいと思われます。1回目ではダメでしたが、2回目の育成ではたまたま因子継承で適性を B まで上げられたので良かったですけれども、毎度毎度ダート因子を継承してくれるとは限りません。となるとダート因子を最低でも最初から C まで上げた方が勝ちやすくなると考えました。別にこれは当たり前の話なんですよ。ダート適性が本当は G なんだけれども A まで引き上げられているというのを見たことはないでしょうか。実際ですね、ババ適性を上げないと終盤に入ってからのパワーが思うように出ないので、馬群に埋もれてしまう確率っていうのが高くなってしまうんですよね。これはもうしょうがない、そういうゲームシステムだから。なので赤因子の配分を変えてみました。マイルと中距離は A のままで、長距離を B から C へ、ダートを G から C にしました。つまり長距離因子はつけないことにしました。長距離適性が C だと A の時と比べてスピードが出にくくなってしまうんですけれども、まあ致し方ありません。最低限まあ C さえあればなんとかなります。そしてサポカもスピード2枚、スタミナ2枚という風に編成し直しました。スタミナを絶対に枯らさないようにするということで長距離対策を行います。フェブラリーステークスまでは全戦全勝、1回も負けずにここ高松の宮記念までまた来れました。さっきはね、残念ながらカレンちゃんに負けてしまいましたからね。で序盤中盤は特に問題ないかなと思ったんですけれども、最終コーナー過ぎたあたりからカレンちゃんがものすごい勢いで加速してきたんですよね。やべえ負けると思ったんですけれども、オグリの固有スキルで差し切り勝ちを収めました。この勝ち方俺結構好きだな。これはね、気持ちいい勝ち方でしたね。カレンちゃんファンには申し訳ないですが勝たせていただきました。続いて天皇賞春です。
テイエムオペラ王がライバルとして参戦してくるとは予想外。長距離 C で大丈夫かちょっと不安になってきました。さあ終盤に入ってからはオペラ王とキングの一騎打ちとなりました。なんだこれは、成田ブライアンとマヤのトップガンの阪神大商店かなんかですか。これめっちゃいい勝負してるじゃないですか。めっちゃ接戦してるじゃないですか。もうすごくなんかそのすごくすごいですよね。これなんていうか本当にこのすごくてすごいですよねこれね。うん、よっしゃー、これで短距離も長距離も制覇した。あとは他の G1 も制覇するのみです。おい、なんだよこの成績は。もう強いのか強くないのか分かんないじゃないか。もうテキセグル一体何なんですかっていう風に言いたくなるくらいシニア級の成績がちょっとひどい。一回もね負けないで育成を完了させるというのはね結構運が絡むんですよね。だから何なんでしょうか。キングをサポートするトレーナーが前線全勝できないくらいで弱音吐いてどうするんですか。そこら辺の草でも食うんですか。ここはねもう一回育成して真の超一流馬娘というのを証明していきましょう。私は必ず勝って才能を証明してみせるわ。ここは負けられない。応援ありがとうございました。おっ、うまくなった。応援ありがとうございました。おっ、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 一流の馬娘は応援ありがとうございました。おっ、応援一流の馬娘はこの順位で満足できないのが私なの。ザ・ワールド注目の一番人気。応援ありがとうございました。おっ、応援ありがとうございました。おっ、おっ、おっ、おっまだまだ上を目指せるってことね。ザ・ワールド注目の一番この順位で満足できないのが私なの。注目のこの順位で満足できないのが私なの。注目の一番人気。応援ありがとうございました。おっ、僕の一番人気11番キングヘイ。応援ありがとうございました。さあついに有馬記念がやってまいりました。出走時のキングヘイローの能力値はこんな感じです。あの過酷なローテを乗り越えてきた眼鏡馬娘ダンジョーキングが堂々とゲートに収まります。っていうか、なんで成田トップロードの音声がまだないんですか。かわいそすぎませんか。早く海には追加しちゃってくださいよ。ここまで無敗三冠馬娘キングヘイロー一番人気です。スタートです。あ、待て待て待て、このアングル大好き。いいですね、この左から右へパーンといく感じ。16画面で見ても飽きないですね。で、何でしたっけ。ああ、突き放しちゃうんですよね。見てください、この圧倒的な馬身さ。あらゆる G1 を勝ってきたお嬢様はやっぱり格が違います。ということで1着でゴールインいたしました。やりました、ありがとうキングヘロー。稲荷ワンもね頑張ってたんですけどね、超一流の馬娘の影すら踏めなかったほどキングヘロが強すぎましたね。最後の最後、トゥインクルスタークライマックスでは当たり前のように1着を3回取って頂点に立つことができました。これまでの成績を振り返ってみましょうか。G1 以外にも出走していますが、それも全部1着ですね。改めて見るとどんなコースでもどんな天気でもどんな馬場状態であっても1着しか取らなかったっていうのは化け物すぎますね。
はい、ということで無事目標達成いたしました。30戦走って全戦全勝、国内の芝とダートを両方とも荒らしまくりました。これはまさにね、真の超一流馬娘と言ってもいいのではないでしょうか。本当に久々にこういう育成したなっていう風に思いますね。時間と根気と運があれば誰でも楽しめる育成かなと思いますので、暇な人はぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でございました。高評価、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しいですね。最近ね、ちょっとまた忙しくなってきて、皆さんのコメントを読める時間が減ってきてはいるんですけれども、それでも寄せられたコメントは一つ一つ見ていこうと思います。皆さんの応援が励みになります。本当にありがたい限りです。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。